感というか、それで、いろいろ都市部の方からお見えになる方は、連言もちょうだいって催促されて、はい、わかりましたで、はい、お渡し、お渡しするというのがあって、はい、その辺もなんかさ、蕎麦感覚だよね。うん、もらいました、お土産に。ありがとうございます。お守りだそうですね。かわいい。非常にさっぱりとした、いいですな。正直いわゆるキーマのね、胃袋の状態でこってり系はきつかったのかな。そうですな、私好きですね。今全然その2食そしてラーメン食べたんだよっていう感じじゃない。ない本当にすっきり。さあ続いてですが、はい、先ほどお二人いろんな予想をされてました。戸次さんは、私はね、また平高山牛を使ったその平牛を使ったバーガーじゃないかみたいなことを言って、そして森崎さんは、あ、僕はもう自分の次の時計を聞きに行きたいなと。続いては、ひだ牛ハンバーガーいただきます。すごいね、最近当てるよね。すごい強いね、読みが。やっぱ本当当たるんだ最近。次は高山。出ないな。出ないね高山。ひだ牛バーガーは次週紹介。CM の後は岡山北海道完全制覇の旅、富士を県深夜の大ピンチ。中標津から見たら北見って北にあるから帯広行くのも同じ道かなと思いきや、ちょっとね、中標津から一回北に上がりきってちょっと南下しながら北見に入ってくる。だからすごい 逆方向が、いやー危なかった。次の目的地は中標津町から500キロ先、豊浦町。まずは帯広へ向けヒッチハイク。ところが、始まってないかもしれないけど、道間違えました。道を間違え、たどり着いたのは北見。気持ちを切り替え、帯広へ向けヒッチハイクを続けるのであった。おお、待てよ。